ナンバーアイ、滝沢秀明も絶句。テレビ初登場の裏側に隠された衝撃の真実。ナンバーアイのテレビ出演で視聴者取肌確定。メンバーの緊張と笑顔の裏に潜む日は、こんにちはの世界からお届けします。ついに、ナンバー外イの平野氏ん、神宮寺裕太さん、岸裕太さんの3人が、NHK の音楽番組、メヌー101に登場し、グループとして初のテレビ出演を果たしました。 この瞬間について、滝沢秀明氏からも大絶賛が寄せられました。放送は拡大版として行われ、ナンバーガイズ、キアス、そしてザランページフロムエールトライブの4組が、ライブパフォーマンスに加え、ダンスボーカルグループをテーマにしたクロストークを繰り広げました。冒頭で3人がワイプに移ると、ファンは SNS で、テレビ初パフォーマンス、ドキドキ緊張してきた3人がにいる、と興奮の声を上げていました。番組では、 MC の構えた千浜さんからの挨拶に、3人も緊張気味な表情で、ナンバーアースよろしくお願いしますと返しました。MC からは、何かやらなきゃいけない感じが出ていたとの声もありましたが、3人はいつも通りの笑顔で、大丈夫と返し、リラックスした雰囲気を見せました。トークでは、ライブのルーティンやメンバーの個性について尋ねられ、キッシュさんが、普通で申し訳ないんですけど、アイスカフェラテと納豆と回答。これに対し、 平野さんが、納豆はエネルギー源ですねと冗談を飛ばし、笑いを取りました。他にもメンバーの前向きな気持ちやバカチャレンジ精神についてのトークが続き、和やかな雰囲気で番組を進行しました。そして、迎えられたパフォーマンスでは、デビュー曲、ボートの前編がラップの迫力あるヒットホップナンバー。キッシュさんは、曲も振り付けも中毒性がある、何度でも聴きたくなる曲ですとアピールし、山本昭和レさんも、かっこいい。 まさにゴート、と絶賛。スタジオの出演者からは拍手と簡単の声が巻き起こり、滝沢秀明氏も自身のツイッターで、かっこよナンバーが、と投稿し、話題となりました。ファンからの SNS では、生パフォーマンス、かっこよすぎる、涙がゴロゴロ出てます、最高だった、などのコメントが寄せられ、3人の魅力に感動した様子がうかがえます。この感動の瞬間から約10ヶ月ぶりのテレビ出演となり、 ファンは生放送で見られたことに大いに喜びました。控えめな3人の姿勢や、圧巻のパフォーマンスによってスタジオに鳥肌が立ち、2週間後の再会が楽しみという声も多く見受けられました。次なる活動として、3人は東京 FM の毎週土曜日に放送中の JA 前ノーカウントダウンジャパンに9日のゲストとして出演することが決定しており、ますます期待が高まっています。 3人のパフォーマンスに感動し、これからの活動もますます期待しているファンの声が続々と寄せられています。ナンバーアイの素晴らしい歌とダンス、これからも応援し続けましょう。